玉焼きです。いただきます。でも惜しかったですね。ボーボー山の不死鳥というのは蝶々だったんですね。うん、強化訓練までして頑張ったのに。お疲れ様。くたびれ損の骨折り儲けだったよな。骨折り損のくたびれ儲けって言うんだよ。儲け損のくたびれ骨折れだったらしいぞ。まず嫌いなやつ。不死鳥の剣どこにあるのかな。うん、そうですね。エリザベス、スープはどうですか。私はいいわ。それより確か三つ沼って。ああ、そういえば三つ沼というところに数百年に一度蘇る鳥がいるという噂を聞きました。それだ、蘇る鳥ってきっと不死鳥のことよね。今度こそ間違いないわ。そのようですね。三つ沼ってどこだ。地図地図地図。はい。夢だわセラビー、全然面白くないわ。はい、地図ですよ。三つ沼三つ沼、ここ。このくらいなら今日中につけますね。そこが三つ沼です。しかし不死鳥の剣がそう簡単に手に入るとは思えません。お昼はどこで食べようか。俺こことここ、こっちの川なんかどうです。で水遊びなんかもできるし。それいい。シーネちゃんナイスでしょ。ピクニックじゃありません。はい、いってきます。チャチャたちは三つ沼に向かったと。はい、そうでやんす。そこに住む蘇る鳥を探すとか。大魔王様、私たちにお任せくださいだす。私たちはあの裏切り者のソーゲスとは違うだす。必ずやチャチャをやっつけるだす。おお、大層な自信だな。チャチャをやっつければ大幹部になれるでやんすね。調子の良い奴らだ。考えておこう。よし、必ずチャチャを仕留めるでやんす。ひょー、チャチャさん飛ぶの早くなりましたね。え、頑張ってるでしょ。この分だと三つ沼にも早くつけそうですね。そうね。一休みしよう、リーヤ。俺大丈夫だぞ。リーヤすごい。おう、いつも元気な良い子のリーヤだい。あ、何あれ、お茶屋さんみたいですね。お団子の旗があるぞ。ちょうどいいわ、休んでいきましょう。ああ、あれ、この匂い。団子だ、お茶だ、うさちゃんまんじゅうもあるぞ。客が来ん。なぜ客が来んのだ。ラッサル先生。おお、やっぱり先生の匂いだったか。おお、チャチャリーヤ、シーネちゃん。お前たち会いたかった。先生は会いたかったぞ。めちゃくちゃ嬉しいぞ。あ、ともかく団子切ってけ。古い家ですね。ラスカル先生一人でお店やってるのかな。あののれんを見ると一人とは思えませんね。お団子まだか。あ、本当だ。でしょ。まあ、皆さんおそろいでよくいらっしゃいましたね。はーい、お団子くれ。園長先生、学校の方はいいんですか。それは話せば長いことながら皆さんが卒業して生徒さんがいなくなって、それでラスカル先生と次の生徒さんがいらっしゃるまで峠の茶屋でもと。大変でしたね。人生いろいろ。そうね、そうね。喜びも悲しみも生きとし来るとし。なんかリーヤかっこいい。誰だ。あ、出た、妖怪魚女。誰が妖怪ですって。妖怪。妖怪。妖怪は8日9日9日。よかった、ここでアルバイトしていれば私必ずリーヤくんと会えると思ってた。リーヤくん。リーヤ君どこに隠したの。出しなさいよ。隠してないよ。卒業前と変わってないですね。あのシーネちゃん、私もいます。おりんちゃん。おりんちゃん、わーい。アルバイトですか。頑張ってくださいね。まあまあ、皆さん仲良しなのね。はい、みんな揃っちゃって楽しいです。待ちなさい、この脳天気娘、私もいるわよ。
私もここでアルバイトしてセラビー様が通りすがるのを待ってるのよ。ある日急にお団子を食べたくなったセラビー様がこの峠の茶屋にやってくるの。そしてそこで働く一途の乙女に恋をするの。もちろん私のことよ。でも薬なんか使ったりしないの。本当の恋だから。これから人々はこの峠のことをラブラブと支える手を離せばこうなりますよね。頭悪いんじゃないか。あんたに言われたぐらいは。食べろ食べろ、涙と愛の峠の団子だ。重い。迫力だぞ。ビシバシ食えよ。これもらうぞ。いただきます。来たでやんす。ちゃちゃめ、まさか先回りしてこの峠の茶屋に入り込んでいるとは知るまいだす。どうすですどす、このしびれ薬を水に入れるでやんす。やんすやんすやんす。おいしい。いいや、串が邪魔だぞ。涙と愛の串団子はうまいだろう。まだまだあるぞ。とっても美味しいです。でもお水欲しい。お水でやんす。ありがとう。ほら、なんだその水は。バイトくん一号、うちはうらら茶屋だ。お茶を出すのが筋だろう。たとえ水と言われてもうちにはお茶しかないんだ。それがここのルールだ。すいませんでやんす。チャチャリーやシーネちゃん、飲み物は何にする。何が飲みたい。お茶ください。ごちそうさまでした。ところで皆さん、どこに行くのですか。はい、三つ沼のよみがえる鳥に会いに行きます。三つ沼。三つ沼。三つ沼。昼間暗く、一度入った者は二度と出られぬという、あの三つ沼か。そんなにすごいところなんですか。どうしましょう、どうしましょう。園長先生らしいですね。その伝説なら聞いたことがあるわ。沼が赤、緑、黒の3つの色に染まるとき、蘇る鳥が現れる。私も聞いたことがある。赤、緑、黒。チャチャ、はい。その場に行くというからにはよほどの訳があるのだな。はい、不死鳥の。わかった、何も言うな。言いにくいことなら私はあえて聞くまい。そんな秘密でもなんで。私はあえて聞くまい。はい。成長したな、チャチャ。いい教え子を持った。嬉しいぞ。先生。チャチャさん、邪魔しない方がいいですよ。道でビシバシだぞ。チャチャリーやシーネちゃん。はい。栄えあるうらら学園卒業生としてラブリーに三つ沼に行ってこい。ラブリー。私も三つ沼に行く。さっきリーヤ君が呼ばれて返事したじゃない。やっぱりチャチャがリーヤ君を隠してるんだわ。隠してないもん。あの、私もみんなのお役に立ちたい。シーネちゃんのお役に立ちたいって言っちゃえばいいのに。ツンツン。あと残るはバイト君1号2号か。おい1号2号。ヤッコさんも皆さんと一緒に行ってしまうのかしら。私は行きません。私はチャチャたちみたいな子供じゃないわ。今セラビー様は一人でうちにいるんだわ。チャチャが留守の間に私が一番弟子になるの。そしてそしてそしてセラビー様の愛はみんな私のもの。はい。あ、ヤッコさんは行かないのね。よかったわ。さらら、お願いね。はい、セラビー様、ヤッコ負けない。行ってきます。リーヤ君はいい加減に出しなさいよ。やめてください、マリーさん。よし行こうぜ。待って、リーヤ君。リーヤ、チャチャさん。シーネちゃん、いよいよ三つ沼に向かったです。峠の茶屋作戦は失敗だったでやんす。我々も行くです。やんす。見つけた。お前たち、そうだったのか。バイトやめるのか。今までご苦労だったな。バイト料だ、取っとけ。どうも。うらら茶屋特製のうさちゃんまんじゅうだ、食え。お前ら、賞味期限は5日だ。なるべく早く食えよ。です。本当にこっちでいいのか。大丈夫、俺の野生の勘を信じろって。くっつくな。なんだよ。だけど本当になんか出そう。ちょっと、何かお話ししてよ。あ、何が出たの？
匂いでわかるぞ。沼だ。三つ沼見つけた。うん、離れなさいよ。ん、書いてあるようですけど、昔の文字みたいで読めませんね。でもこの沼のどこかに蘇る鳥はいるのよね。さっさとその蘇る鳥に会って帰りましょうよ。こんな薄気味悪いとこ。よっしゃよっしゃ。でどうするんだっけ、シーネちゃん。先生たちが言っていたように沼を赤、緑、黒に染めればいいんですよ。よし。え、ここ赤、こっち緑、でもってこっち黒。お、ああやればいいのか。いいわけないだろう。手間がかかるわね。マリン、バリリン、バリバリン、リン、見てよ、タコ。タコ、なんで私に向かって言うのよ。あ、やった、すごい。黒く染まった。やったわやったわ、マリンやったわ。見てくれたり。マリンちゃんすごい。おまや、あんた威嚇を隠してないって。どうせこのバカ犬がリーヤだって言っても信じないだろうし。やめろ、シーネちゃん、俺は投げられたくないぞ。あ、その手があったね。あの、シーネちゃん。え、次私やってみます。沼を緑に染めるんですよね。緑になった。お忍者すごい。お見事ですね。え、さすがモモンガ忍者ですね。シーネちゃんに褒められちゃった。わーい、お忍者が赤くなった。え、さあ今度はあんたの番よ。沼を赤く染めるんでしょ。やべー、ほらもう一つの沼を赤くする。はい、ここを赤く染めるのね。どうしようかな。頑張れチャチャ。失敗しても僕がいますからね。うん、いるでやんすよ。不死鳥だけど、落とすわけにはいかないです。ウサちゃんがマジうまいでやんす。空き箱は持って帰ってゴミ箱に捨てるです。そこの死ぬ間引きずり込み作戦開始。スーハースーハー、いでよ赤ペンキ。おお、巨大なペンキ缶ですね。やったー。一回で出すなんて珍しいわね。今のなし。赤ペンキじゃなくて赤ペンギンね。次は大丈夫よ。でよ、ヘッドへ倒さいもの。あー、赤トンボを持った赤ちゃんを抱いたサンタクロースが朱塗りの器を出しながら赤鼻のトナカイにまたがってだるまとポストの間でポーズをとってますね。味噌汁飲まんか。俺でどうやって沼を赤くすんのよ。チャチャさん、赤いものだらけです。チャチャさんすごいです。どうしてこんなの出せるんですか。おお、赤株が入った赤だしの味噌汁だぞ。いまいち。いまいちどころじゃないでしょ。味噌汁、もうちょっと近づくでやんす。よし、俺がチャチャを沼に引きずり込むだす。そうだ、赤い沼を出しちゃえばいいんだ。ワクワクします。うん、どうせあんたのことだから赤い犬がまあとか言って出てくるんでしょ。シーネちゃん、あう、あれに任せろ。うざが、牛腸。ありゃりゃ、で
ぞ、逃げるぞ。リリア君助けて。ちょっともっと早く走んなさいよアンコ。おー、つまずいた。何すんのよこのバカ犬。いよいよ出ますよ。不死鳥さんいらっしゃい。もういいよ。危ねえじゃねえかバカ、さっさと出てこい。ダメだ、俺の眠りを邪魔するやつは。いい加減にしなさい。あんた誰。俺様は相手の先を読むカエル、蘇るの鳥居様だ。先を読むカエルの鳥居。なるほど、蘇る鳥ですね。リーヤ君どこ行ったのかしら。今日は楽しかったですね。早く帰らないと先生たち心配してるね。シネちゃんおんぶ。ふざけたワンワンですね。お前ら、はい、俺様の眠りを覚ましてくれたお礼をしないとならないケロ。お構いなく。そういうわけにはいかないケロ。この俺様を数百年ぶりに起こしたんだからな。ひでえ目にあったでやんす。見ろ、はいでやんす。おお、あれは魔界のカエルの帝王トリーでやんす。眠りから覚めたな。トリー、そいつらをやっつけてほしいだす。言われる前から分かってるけど、この先読みのトリー様には。ああ、行きます。お前が刀を使うのも分かってたけど、子供が刃物を振り回すんじゃないけど。あ、おじいちゃんにもらった刀捨てちゃダメ。マリンちゃんまたサザエの中に入ってるぞ。お約束だな。じゃああとよろしく。ケロケロきた。ビッグパンチ。うわ、ケロケロ、お前みたいな単純なやつが一番読みやすいケロ。なんだぞ。ケロケロ全部読めるケロ。いいよ、ひどい。見てなさいよ。読めた。お前魔法で蛇を出そうとしてるケロ。読まれたっていいもん、ひでよ、ヘビ。読みが外れた。前と同じ、それも前よりずっと小さい。お前ちゃんと火をつけないから、わびしすぎるぞ、そのヘビ花火。チャチャさんの敵。お、お前もヘビを出すケロ。出よう、ヘビ。ならやるなケロ。シーナちゃん、もう。お前たちはどうも先が読めん。気に入らん、気に入らんぞ。蘇るの鳥居様としては許しておけんケロ。やめて。まだお前は逃げ切れると思っているけど。当たり前よ。何あれ、みんな大丈夫かな。いいよ、シーデちゃん、マリンちゃん、お兄ちゃん。捕まえたけど、こいつを飲み込んでしまえば俺様の読みはさらに深まるんだけど。わぁ、なに、やだこれ。いいや、シーデちゃん、チャチャさん。よくもチャチャを、もう一発くらえ。チャチャさん、こいつ許せませんね。ほんとほんと。俺のこと単純って言ったしな。ん？読めた。お前ら三人で協力するつもりけど。当たり。お前らの言う言葉は読めるけど、愛よ、愛よ、勇気よだけど、勇気よ、希望よだけど、希望よ。いよいよ変身するぞ、アローも助けろ。ホーリーアー！ふざけるな、お前なんか人のみだけど。
が読めた。ケロ。マジカルシュー。やっぱり。ケロケロ、おやすみなさいケロ。まずいです。ここはひとまず引き上げるでやんす。おめえなんかもう二度と起こしやしねえぞ。シーネちゃん、リーヤ。助けてくれてありがとう。いえ、そんな。あらあら、まあまあ。そう、蘇る鳥ってカエルさんだったのね。まあ、みんな無事でよかったぞ。刀も戻ったんだろ。はい。でも、不死鳥の剣はね。大丈夫さ、絶対見つかるって。うわ、びっくりした。何よ、失礼ね。あ、ヤコちゃんはよく働いてくれたんで、奥で一眠りしてますよ。ヤコちゃんって偉いね。セラビー様の一番弟子になれてやっこ幸せ。うわー、さすが不死鳥の里。不死鳥グッズがいっぱい。ねえねえリア、どれを買おうか迷っちゃうね。なんて言ってる場合じゃないわよ。肝心の不死鳥がいないじゃない。え、これが不死鳥の眠る場所を描いた地図ですって。欲しいけど欲しいけど。